お願いします。さあおはようございます。天然の成長日記33ページ目ですね。ですね、今日は狙い台決まってるんですけども、ゴールデンウィーク中なので、抽選がめちゃくちゃ多かった。70名いて、50番でしたね僕は。ございます。さあ狙い台を果たして取れるのかというところで、今のところは空いてる、空いてないね、空いてないかな。ああエヴァ打ちたかったけど、取れなかったので絆に行きましょう。はい、絆の真ん中にします。はい、じゃあ本日は絆2から、実戦スタートです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。天天選手記33ページ目ですね。本日はバジリスク絆2ということで、ですね、エヴァンゲリオンをちょっとね今日打とうかなと思ってたんですけども、取れず、まあ、抽選が悪かったんで仕方ないよねみたいな感じで絆2からスタートです。でね、今日思った、今日の目標は、おぼろチャンスに入れること。もう相当入れてないです、おぼろチャンス。そんなね難しいことではないと思うのに全然入れられてない。多分テンテンの成長日記シリーズの中でも1回しか入れたことないんですよ。なんでちょっとねフリースとか言いたいところですが、おぼろチャンスでいきたいと思います。今日の目標でバック乗せね。であわよくば、おぼろチャンス中の、BC、 これユニメも取れてないんでセンスアバル、ユニメも取れてないんで、BC 中のおぼろチャンス中の BC ね、これ目標です。さあ一応発展はしたけれども源之助さんは弱いよね。じゃあねチャンス目1回目ですね。31ゲーム2回目なんで多分 C にいます。多分さっきのチャンス目で上がってたか、もともとモード C だったか。後期調校中の後期は熱いよ。巻物引いてく。256ゲームですね。これマジ BC 欲しいけども、ちょっと赤文字とかが欲しい。青文字はまだ、青文字はダメ。あーちょっと弱い、これ秋絹だよね。あー OK、 チャンスアップ入ってんだったら期待してもいいと思います。もう1回チャンスアップない。いやでもチャンスアップ1回入ってるから大丈夫だと思う。頑張って。んおーデブー、262ゲーム巻物、これはお詫び、お詫びの巻物っすね。発展ちょっと弱いぞ。またちょっとこれ2回外してくってなると高設定の期待マジで落ちる。でも発展の仕方的にすごい弱い。チャンスアップない。エグタニエンだって、エグいって巻物2回外してる、やばい。しかも今日結構稼働高いから大移動、今絆満台なんですよ。マジでちょっとこの台に、この台にかかってる感ある。しょっぱな巻物2回外すのきつい、超高額で。いやーちょっとだマジで今の痛いな、めちゃくちゃ痛い、超高で外すの。ベルでランプ白だったんでモード C 以上です。さあやっとですね、チャンス目2回目439ゲームですね。これでモード D に上がってくれたらもうめちゃくちゃ嬉しいんだけども。さあ492ゲームで巻物なんですけれども、イノシシ、これは弱いかな。あ強いか、これ後期だったらまずい。後期だ、当たってる。じゃあで、あ当たってるっぽい。これでまた後期出たら当たってるわ。当たってる。ちょっと497ゲームでちょうど0枚で通過投資ね。いやあのね、ゼロスルーなんですよ今。なんでちょっとさりげなくね、あの有力感じゃない、800までねゼロで行きたいなと思ってたんですよ。500いったら僕あと300ゲームなんで目指しますって言おうとしたんですけど当たりましたね。最悪最悪最悪だよね。だって兆候でもないし。はい、ですね、モード C 以上の下が出てたんで、まあ、モード C 以上なんですけども、ただ当てたのが通常、余裕で、うわ待って絶望的なんだけど、余裕でのランプしろ。せっかくこんなにはめたのに、ちょっとこれで当たんなかったら BT 入んなかったらマジであの時の超広角中の巻物クソ恨む。一応ここチャンスアップあり、
これもう一回巻物引いてく、無理。あ、マジさっきの巻物2人恨むわ。あいつらマジで巻物いすぎて判別できない、さっきの巻物がどれか。なんか当たってそう。これはもらってる。78ゲーム巻物っすね。あれの椅子はね結構熱いんですよね。明け木犬さあ、これ追加の巻物、これ、あ、1回目の巻物外してましたね。あれ、これは待って、3回巻物引いてよ今。どの巻物かは当たってるはず。赤隅発展はもらってる、確定ではないけどね。期待度はめちゃくちゃ高いはず。チャサパリ、いやーってことはこれ2回目か3回目のこれかき上げします。玄之介のかき上げ、あれ、え、はい、ですね、もはやもう恒例行事かなと思ってて、全然なんか苦じゃない。2回連続天井とか行ったらね、まあきついなと思うんですけど、まあ1回目はね大丈夫、天井です。またもやおはてん、もう毎回なんか俺の動画おはてんな気するんですよね。絆2おはてんか、めっちゃ早い BT もらうか、どっちかで、あと超広角で巻物2回外してるっていうのと、こんだけハマるっていう時点ですぐ見極めるなら多分6ではないなって感じですね。期待したいのは4か5、投資がですね17本で余裕でがちょっと怖い。ランパをすんごい危ない状況です。これ巻物引くしかない。待って、これチャンスアップなきゃ無理、チャンスアップないってことは無理。巻物、ゲンちゃんやってんねマジで、やらかしゲンちゃん。ちょっと訂正していいですか、あの全然メンタル来ないとか言ってたけど意外と来るわやっぱり。はい、スルーっすね。まあとりあえずもう1回というか BT 当たるまではさすがに打とうかな。チャンスアップが一度もない、当たる。167ゲームですね、バジリックチャンス。投資がですね22本、多分通常時チャンスも1回で効いてます。余裕で、もう一生余裕で。ランプ黄色、今日の中では今までで一番できる、今までで一番期待できるランプの色で、玄之介で巻物で刺すとかじゃなきゃね希望がないんで、これ巻物引いてく。 25% お願いします。ランプじゃなくてオーラは普通ね。さあこの次もらった、ありがとう玄之介。よし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 、とりあえず2回連続天井行くっていうパターンではなかった。で曲は流れずっていうことは、多分もともとバジリックタイマー取れてなくて巻物でぶっ刺したパターンですね。こうストックしてきてす、ストックしていきましょう。なんかめちゃくちゃ噛むんだけど今日、うますぎ。これストック一つですね。水地のみこ流れる、もしかしたらワイルドアイズある。さあ来ました、本日1回目のバジリスタイム、出てほしいのは、出てきてほしいのは誰でしょうか。ちょっとめちゃくちゃ噛む、どうしよう。さあ来ました1回目のバジリスタイム、出てきてほしいのは誰でしょうか。はい、今日は意外とおぼろが出てきて ほしい日、玄之介。え、なんでこんな噛むの俺。さすがにワイルドアイズは流れず、水地のおみこですね。ベルで桜はついて、傷の玉一つ。さあ行きましょう、1戦目。おっと、何かを否定ですね、おこい。ちょっと待って、おこいなんだっけ。普通安定を否定ですね、おこいは。でベルがつく、ここをナビなしで決めていく。巻物これ、次のレバー煽り来なかったら、BC もらってます。煽りが来たらか、あ BC 待って、頭が回ってないぞ俺今日。 OK、 さっきの巻物で BC 取れてますね。これは巻物分の BC、 うまい。
いや、いい感じよ。ここから伸ばそうも全然まくれるから22本なんて余裕。嬉しい。でランプ青なんで、ね、もう一回曲流れると思う。忍法帳ちょっとあれですね、あのゴールデンウィーク休みすぎたせいで頭がおかしくなってますね。頭が固くなってし全然なんかカミカミみたいな。ちょっと頑張ります。121枚で曲が流れているので継続は確定で絆玉取れず、まあ、あとは気になるのはシナリオですね。さあ3戦目ここから継続するのがわからないので絆玉も取っていきたいし、多分ステージは次 夕方ですかね。普通だったらめちゃくちゃ欲しいよ絆玉。強チェリーはある。下手くそだって。強チェリーで取れないのは結構萎える。 BC も取れてないよね。3戦目おっつー待って、これね意外と豪華そうに見えてしょぼいんですよね。何でしたっけ、超尻上がりもしくは超普通ですね。ってことは超普通だわこれ。後半戦まで頑張ればなかなかエンディングいくチャンス。8対4は確定。うまい。いや嬉しい、これはストックない状態からの8対4はマジ嬉しい。尻上がりかこれ。1戦目矛盾してたって可能性もあるし、この3戦目が矛盾してるって可能性もあるんで分からない。ただ超尻上がりもしくは超普通っていうのは分かったんで、後半まで頑張ればねどちらとも伸びるシナリオなんで、ちょっと後半まで頑張りたい。で3戦目も継続確定ってことは4戦目、絆降格ついてくるんで4戦目の絆降格でうまく刺して5、6といきたいところです。はい、なんだかんだ伸びてる。でここ巻物引く次のレバーでぬるっと、うーんいかない。 BC は取れてないですね。あマジで欲しい強チェリベンジね。うまい、これ絆玉2つです、4戦目なんでもともと1つついてきます。あわよくば BC も欲しいけどもないね。 BC は取れてない。予告はついてマジで嬉しい。予告は人たち獄奇数話なんで、奇数シナリオしたってなると、超尻上がりですかね。一応超尻上がりの可能性が高いでナビなしはマジ圧だけど引けないリプですね。うん2つつく、さすがにどっちかで刺せるでしょうと思ってます今の流れ的に。あれでも4戦目昼かこれどっちだ。うわゲロ圧、あ巻物、あ一角ね一角ごめんなさい、強チェとベルだと思ってました。で多分これ BC 取って曲また流れると思うんで5戦目も継続すると思う。白ナビ気持ちいい。はいこれ4戦目クリアですね。良い揺れ、赤い色のランプ黄色で曲が流れると思う。 OK 水津の巫女いいですね、結構伸びそうだぞこれ。はい、ストックはできず406枚で曲が流れているので、5戦目も継続は確定です。でシナリオですね、気になるのは超尻上がりなのか超普通なのか。さあ5戦目絆降格はつかず、さあステージがめちゃくちゃ気になる。夜ってことは、超普通ですね多分。ただ、超普通ってなると6戦目がね、絆降格つかないでの、夕方、C なんで、そこでねあの勝てるか勝てないかでまた出玉が変わってくるんじゃないかなって感じです。6戦目が突破できるかできないか。はい、ここはね、継続確定って分かってたんで、次6戦目ですね。ここが継続するか分からないからマジで頑張ってほしい。せっかくね、超長系の、超普通を引いてるんで、後半に行けば行くほどねマジで完走のチャンスなんで、前半いかに頑張れるか、ここ絆弾はマジで取っていきたい。もう一回チャンス来た、下手くそ、もう一回来た、まず3度目の正直、もうそろそろ欲しい。共通ベレル取る、うまい。予告、予告は出ずですね。予告出ないのはちょっと怖いな。6戦目勝ったら、また次 D なんで6戦目ナビなしはついて、リプレイかな、リプレイですね。チェリー OK いける、ナビなし、で多分夕方ですよね。
夕方の、あ、超普通ですね、完璧に超普通。天然、え、死ぬのカゲロウ。お、これ多分もらってるだよね、だよね、カゲロウ好き。 BC は取れなかったけどカゲロウ好き。 OKOKOK、 7戦目ですね。これまた絆効果ついてくるんでマジでチャンス。しかも継続、夜ステージ、夜ステージなんでほぼほぼ継続したと思っているよ僕は。さあ行きましょう、7戦目。はい、超普通だったら夜ステージです。で絆降格もつく、3対7 4567、継続確定じゃない、4人差ついてる。でベル降格で夜だよね。あ、超普通ですね、ここは大丈夫だよね。ね、オッケーオッケーオッケー。まあ、絆降格は活かせられなかったけど、7戦目クリアです。で次8戦目、ここ、夕方ステージなんでマジでここ勝てば超強い。いやー、絆玉取れずですね8戦目。ちょっとなんか忍法帳とか流れてくれてテンションぶち上げないとフィーバー的な展開が欲しいんですけど、6対4もしくはステージ矛盾でも今めちゃくちゃ脳汁出る。夕方以外、夕方以外でマジで怖い。これさあここです、マジでここ乗り越えたら超強いから本当に頑張ってほしい。ああ、ある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 、マジである。一応規模収集出たけど普通に負けるときは負けるんですよ。もう一個くらいチャンスアップあればいける。ないか、ないな、ないな。あ、ちょっとやばいぞ。でも一応規模収集出てる。ここまず赤欲しい、白はやばいてだよね。おぼろ、あ、なんだかなんだかね、めちゃくちゃ頑張ったんだけどちょっとここね、やっぱ8戦目を乗り越えたらエンディング、ほぼエンディングみたいな感じだったんで、ボイス出場、まあ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 、でも投手22本から900枚も出たんで全然まだ戦える状況には戻りましたって感じです。はい、おお、夜外すのは本当にきつい。で毎回言ってる気する、2323枚ですね。無理だよね、なんか何もなかったもんね。はい、119枚です。はい、おはようございます、2度目の、天井ですね、ゲーム数天井、持ちメダルがすっかりなくなり、現金投手に戻ってます。投手がですね23本ですね。黄色止まり、絶望的、チャンスアップなし。これ絶対入らないやつだよね、チャンスアップないしだよね。ちょっとマジきついんだけど、本当に本当にちょ、メンタルやられちゃうよ。もうやら、さすがにやめます。大移動、絆から大移動してエヴァに来ましたね。でこのエヴァがですね420ゲームで落ちてたわけですよ。420ゲームってなると、このエヴァンゲリオン天井が、ゲーム数天井777ハマると ART もらえるんで、まあ、一応期待値はあるのかなっていう感じでエヴァに移動してきました。ちょっと頑張ってほしいよね。だって450でまだ何も出てないしね。これめちゃくちゃ熱いんだけど、何これ見たことないんだけど、熱すぎでしょ。あー、リーチ名ですね、ビッグ。あ、ただの一色でしたね。当たっちゃった。でランプ黄色です。どうしよう、設定入ってないと思うのでどうしようかな。ちょっとレイでいきますね。カオル君は出ず、だ正直ここ外したら打つ価値はあまりないんですよね。どうしよう、迷うな、ま、いや迷うんじゃない、ここで当てればいい話。そうだよ、ここで当てればいい話なんですよ。あー、ダメっすね。で終了画面も通常なんでちょっとマジきつい。さあチャンス目外れてる、ジャックチェリー、あー待って、これジャックチェリーで当たってる、当たってるわ、うまい。はい、ジャックチェリーからボーナス、35ゲームですね。あっ、こある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 、
アスカかレイマジ迷う、アスカかレイ迷うけど、あ、ちょ、ゲンドウ笑わせたことないからゲンドウでいきます。冬月が出たら設定4以上で、ランプ赤なんで結構期待してる。フリーズすれば、ART ですね。あ、ゲンドウが笑えばね、笑わせますよゲンドウ。アルミ缶の上にアルミ缶、布団が吹っ飛んだ。隣の客はよく滑稽客だ。壊れたワインダーはどうすればいいんだ。来た、マジで大移動大成功、めちゃくちゃ早い。投資1本ゲンドウ笑いました、笑わせました。バインダーで笑ってくれましたね。そんなに面白かった。いいねいいね、めっちゃいい感じですね。よし、いきます。レイはデフォルトでこしろ、大丈夫。エヴァならマジでまくれる、相性いいし、エヴァ好きだし、制限ないし、2400枚の、まあ、2400枚出た時にも対象なんですけどね。ただちょっとエヴァソウル2個スタートは怖い。エヴァソウル0 獲得できず。第4使徒はマジ熱いんだけど、ちょっと待って、2つじゃ倒せない。霊薬かなんか引かなきゃ無理。それかここでエヴァソウル2つぐらい獲得してくれれば勝てる。んー、ないけど、あ、中井決まる。あ、待って、マジマジある、マジある、大逆転。待って、本当にちょっとまだやりたい。あ、オッケー、レイは止まるね。アスカで行こう。あ、もう無理や、もう無理だよね。まだチャンスはあります。5ゲームの間にボーナスを引く、もしくは暴走チャレンジに入れる。マジある、マジある、マジである、本気出す。ちょっと本気出すわ、目押しミスったんだけど。何引いたのこれ。あ、これカットインが金とかあるんですよね確か。ダメだよね、ダメだよね、頑張って頑張って頑張って。第4人に負けんのはマジでメンタル狂って。暴走チャレンジがあります。ないです。単発ですね、165枚。いやーマジかー、せっかく投資1本で決めたのにな。一応レスキューポイントが今5450ポイント溜まってるんですよ。でリセットかかってた場合が、75% で2500ポイント、内部的に溜まってるんで、ってなると、6500、あと約200050ポイント貯めたら、チャンスも入るんですよね。まあでも言うても2000って結構時間かかるよな、まあ、それに期待してまだ回すっていうのはありなんですけど、とりあえず、もう少し寄ってみたいと思います。この言葉が吉と出るか凶と出るかは分かりませんが頑張ります。マジでこのままだと何もない動画になっちゃうんでちょっと頑張ります。4枚目、あれ、無理じゃん。ってことは据え置きだよね。2500足す7500って1万だよね。そうだよね。うわ、据えか。じゃあ据え置きだよね。そういうことだよね。それかその、一応振り分けが 75% で2500 で 25% で、5000なんですよ。前の人が5000まで回してまた7600まで溜まってたってこと。でもさ、そんな溜まんないよね、3000ゲーム。ちょっと夢思いっきり崩れたんだけど。これはもうさすがにやめましょう。広角抜けたらやめます。でも逆に言えばさ、あれなんだよな、末だったとしたらもうすぐ出てくる可能性もあるってことなんだよな。無理。